際、尖閣で中国海峡局の動きが変わってきました。漁船に一直線に向かっていき、一触即発の状況が起きていたんです。詳しく見ていきますが、第一桜丸が無事でよかったです。もっと自由に行けたら、沖縄知事は何も言わないしね。2021年に入り、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国公船の侵入が相次ぎ、さらに同接続水域まで含めると、2020年の4月から連続した合計111日もの日数を今年は6月4日で越す可能性も浮上している。こうした状況下で、尖閣諸島周辺海域に侵入してきている中国公船とは、同国海警局所属の船舶であり、同海域においては主として、4隻が1ユニットを組むかのように活動している。中国海峡局、海警局のこうした船舶の侵入が続く中で、5月28日に八重山漁協に所属する第一桜丸ら3隻の日本の漁船が、石垣島から出漁するも、中国海警局の船舶からの妨害を受けて、寄港する事態が発生した。第一桜丸ら3隻の日本の漁船は、29日の未明頃に尖閣諸島沖に到達し、同日の朝10時近くまでは漁を実施したが、中国海警局の大型船である海峡1305に執拗に接近され、妨害行為を受けた。日本の海上保安庁も、こうした危険な事態の発生を予期して周辺海域に事前に展開しており、大型船の海峡1305が第一桜丸らに接近することを防止しようと、複数の船舶で保護に動いたという。しかし、こうした妨害行為に、第一桜丸ら3隻の日本漁船は漁の中止をやむなくされ、結局出港した石垣島へと寄港するしかなく、中国海警局の船舶による非常に危険な接近を受けたことを訴えた。これら一覧の状況だけを見れば、日本の領海内で漁を操業しようとした日本の漁船を中国海警局の船舶が実力をもって阻止しにかかったという事象なわけだが、話はそれに止まらない。実は、この第一桜丸の所有者は、ウハメディアとして、著名なチャンネル桜を運営するミス氏、サトル氏その人であり、尖閣諸島周辺海域での実情を広く世に問うため、今回の出漁に至ったものとみられる。県の水島氏は、第一桜丸らとは、また、別の漁船に、宜野座村議会議員の、中間氏や杉並区議員の田中氏らと共に乗り込み、同様に28日に石垣島から、同海域へのアクセスを試みたが果たせていない。これは、水島氏らの乗った漁船は、漁を目的としないものだと、近海を警備中であった海上保安庁の巡視船に見さされための結果であり、無用のトラブルを防止したいとする同庁の判断だろう。水島氏はマスコミに対し、海上保安庁の巡視船の行為は中国の圧力に押されたものだと自らの見解を述べているが、現場で政府の判断との板挟みになっている海上保安庁の巡視船の方々も少し気の毒だ。
ただ、これらの事象から推察されるのは、政治的な意図を持たない普通の。漁を、尖閣諸島周辺海域で、日本の漁船が行おうとするのは、事実上不可能に。近く、こうした問題提起がなければ見過ごされてしまう点だ。尖閣諸島は、日本の領土であり、実効支配下に置かれていると。言われているものの、実情は、中国の海警局の4隻1ユニットと、召される船舶らによって封鎖されているのも同様だと。言わざるを得ないだろう。時を同軸して、南シナ海のスプラトリー諸島において、自国の実効支配する領域への中国の漁船侵入に遭遇しているフィリピン政府は、5月29日に、正式に、中国に対する抗議を行っている。この対立は、2021年の3月から繰り返し行われており、大挙して、押し寄せてくる中国漁船に対して、フィリピン側の漁業関係者らの、訴えもあり、国家としては、中国の行為に毅然とした態度を、取ったようにも見える。ただし、注意が必要なのは、こうした一つ事象については、中国に完全と立ち向かっているように一見すると感じられるフィリピンだが、政治、経済ともに中国に従属していることもまた事実である。よって、今回の抗議は、フィリピン国民に向けたガス抜き的な政治的なパフォーマンスであり、現フィリピンのドゥテルテ政権が本気で中国に対する敵対的な行動を実施する可能性は低いとも言える。また、フィリピンでの事象は、漁船を装った中国の武装民兵の行動との指摘もあり、中国自体が日本よりももっと強硬にフィリピン側の実効支配を排除しようとしているとの見方もできるようだ。尖閣諸島近海に侵入しているのは、現状では前述のように、中国海警局の4隻1ユニットと召される船舶が中心のようだが、すでに同局と海上保安庁の保有する巡視船の数は、倍以上にも差が開いていると言われている。情けない状況ではあるが、フィリピンと異なり、バックにアメリカが控えている日本に対しては、中国もフィリピンほどの露骨な漁船を装った武装民兵の投入とまでには至っていないと思われる。しかし、この4月末には、中国はインターネット上に尖閣諸島を中国名で記載した詳細な衛星情報による地図をアップしており、尖閣諸島が中国領であることをさらに強調し始めている。こうした状況下においても、中国政府は日本企業への制裁措置等は何ら言っておらず、一説には日本側からの妥協や情報を引き出そうとする政治的戦略の可能性も指摘されている。